こんにちは、スタイルバイルドームの高橋です。今日はですね、素敵なゲスト2名にお越しいただいているんですけれども、ファッションクリエイターの高田さんとメンズビジュアルディレクターの大島さんに来ていただいてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。高田さんと大島さんの関係性ってどういう感じになるんですか？僕からいいですか？はい、もともと僕がビームスに、はい、アルバイトで入ったんですけど、それが22歳ぐらい、もう18年ぐらい前なんですけど、その時に、ちょうど今日撮影している丸の内のその隣のビームスハウスで大島さんと一緒に働き始めて、でその時から割とこう先輩後輩みたいな形で、まあ、夜ちょっといろいろ遊んだりとか、ね、あ、そうなんですね。だいたいこの丸の内近辺で遊びはいろんなとこでしたね。そうですね、いろんなとこに、まあ、丸の内、銀座、そうですね、はい、いろいろ、はい、でその時からもずっと先輩後輩の関係で、で最後僕がバイヤーをしている時に大島さんは店内のビジュアルだったりとか、はい、いろんなイベントとかを打つ時に全部こういろいろやってくださってたっていうのがあって、で それが僕は大島さんとずっと一緒に働いてた、そういう関係ですね。そうですね、はい、なるほど。あとでその音田の社交場についてカメラ回ってないところで教えてください。で早速なんですけれども、はい、読み方ってあれなんて読むんですか？アボンシェルと。アボンシェル読みます。はい。なるほど。これどういったブランドになるんですか？少しこうエディフィスさんの中にないツヤっぽいアイテムだったりとか、そういったこう商品を企画を一緒にできないですかというお話をいただいて、あ、僕はもともとそういうツヤっぽいものとかクラシックをベースにそういったものを作るのがすごく得意だったので、うん、あ、じゃあぜひということで一度お話をしていただいて、はい、でそれを重ねていくうちに企画の内容がいいものというかすごく広がってきたので、うん、じゃあこれは一つブランドにしてもっとこう世界観をしっかり作り込んで、それでお客様に紹介をぜひしたいですねということで、今回このアボンシェルというブランドが、はい、生まれたと、そういう経緯があります。なるほど、はい、いろいろ見ていきたいんですけれども、数がかなり多いので、まあ、世界観だったりとか教えていただきたいんですけれども、はいはい、古着からとかそういったものになるんですか？もともとコンチネンタルリゾート、はい、っていうことをテーマにこの春夏に関しては商品を企画していってデザインをしていったんですけども、でそのコンチネンタルリゾート、いわゆるヨーロッパのリゾートリッチなんだけど、なんかそこまでこうド派手じゃないというか、はいはい、ちょっとこうシックでみたいな、そのエディフィスさんの持つちょっとこうヨーロッパ的なイメージと掛け合わせていきたいなと思って始めていったんですけど、その時にアイコニックなその映画で太陽がいっぱいっていう映画があると思うんですけど、はいはい、まあ、そこの劇中に登場する洋服っていうのがまさにそのコンチネンタルリゾートっていうのを表現するのにすごくいい題材だなというかネタだなというところがあって、まあ、それをベースにしている部分っていうのと、またその当時、1960年代ですかね、そうですね、の、ちょっと昔のその雑誌とか表紙から撮ったりとか、その当時のそういう絵とか、はい、なんかそういうものからこうデザインソースにしていったものっていうのが多いので、うん、あまりこう奇抜なものがないというか、その新しく作っちゃったデザインっていうのはなくて、そのクラシックなものをベースにコンチネンタルリゾートにはめたりとか、うん、太陽がいっぱいの雰囲気にはめたりとか、はい、あとはそれを今のこう現代で着れるちょっとこう艶っぽさも出したりっていうのを追求していったっていうのが、はい、背景にあります。太陽がいっぱいといえばアランドロンですよね。僕昔見たんですけど、ちょっともうほとんど覚えてないんですけど、うん、なんかこうアランドロンが冷酷な感じと狂気的な感じ、はい、すごい断片的になんかゾクッとしたのを覚えてます。ストーリーがもうそもそも結構衝撃的っていうか、はい、犯罪映画になるんですか、一応あれって。一応そうですね、サスペンスでしょうね、クライムサスペンス的な感じになるんですかね、うん、はい、原作がもともとパトリシア・ハイスミスさんという方が書かれてて、はい、映画だと最後、リプリー捕まって終わるんですけど、はい、原作はもう続編が逃げて続編がずっとあるんですよ。へ、あ、そうなんですか、はい、でそれでなんかアメリカの方行ったりとかいろいろあるんですけど、まあ、映画はそこで終わってて、その中に
アメリカの要素があったりとか、うん、なんか一言でこうヨーロッパと言い切れない奥深さがあって、うん、なるほど、それがなんかすごい面白いなっていうのは、うん、じゃあちょっとそのファッション的な文脈で見ても結構注目すべき映画っていうことなんですね、うん、はい、これあの大島さんも太陽がいっぱいご覧になってる、はい、もう何度も見てますね。あ、そうなんですね、はい、どうですかこのちょっとざっと見た感じだとファッション的な目線で見るといかがですか。太陽がいっぱいっていう映画はそのリプリーとフィリップの2人がまあ主人公で出ているんですけど、まあ、裕福なお坊ちゃまと、まあ、それに憧れる青年が、まあ、リプリーがその憧れの青年なんですが、うん、はい、なんかその2人のこうファッション感が割とこう冒頭では対極にあって、うん、1人はスウェード素肌に着ていて、もう1人はシャンブレーのシャツを、うん、ヨレヨレのシャンブレーシャツを着てるみたいな、うん、話が進んでいくにつれてその憧れがファッションにこう投影されていってスーツをリプリーが着出したりするんですけど、うんうん、こう微妙な2人の関係性っていうのが結構ファッションに現れていたり、こう色とかにも結構出ているので、はい、ちょうどこうすごいこうバカンスなカラフルさっていうのはそこまでないんですけど、うん、なんかちょうどそこにあるようなピンクだったりブルーだったりっていうのがたまにこう出てきたりして、はい、うん、なんかそのあたりがこ うまくこうコレクションの中で表現されているなっていうのがパッと見の印象でしたね、うん、でまあそれにこう高田さんのなんかこうちょっと色っぽさというか艶っぽさが混ざっていて、本当に初めて見たときいいコレクションだなという印象でしたね。ありがとうございます。確かにこの2色はこのコレクションの中でもかなり目を引きますよね。これで、コットン、リネン、コットンとかですか。コットンリネンですね。あ、なるほど、はい、非常にこうソフトで軽い素材なので、はい、肌触りもいいですし、うん、ちょっとボイル調って言ったらいいんですかね。本当にサラッサラ の、あの、コットンリネンですね。あの、リネン特有の、あの、シャリシャリした感じっていうのもいいんですけど、それよりももっとこうソフトさを追求しているっていうような素材ですね、うんうん。ちょっとそういう上品さもやっぱ兼ね備えてますよね。うん、はい、この手触りとか、見た感じでも、なんとなくこう伝われたかと思うんですけど、なんなら素肌に着ても良さそうな。そうですね。もうまさに。気持ちよさそうですね。はい。そしてあの先ほどレザーシャツの話もありましたけども、こちらですかね。はい。あ、でも柔らかい。はい、もうスウェードの、1枚ですね。ライニングもなしで、先ほど大島さんがおっしゃってたように劇中でフィリップが素肌でこれを着ていると、うん、でこのままあの海入っちゃったりするんですね。そうなんですか。結構ワイルドですね。であのこうクロップ丈のサッカーシアサッカーのパンツ履いて素肌にっていうような結構こう印象的 で実は昔これに似てるというかそのイメージを大島さんからあの企画として持ち込んでいただいたことがあって、はい、その時にも、この、まあ、これと全然また違うんですけどそれを元にした商品っていうのを作ってたんですけど、はい、まあ、これはよりリゾートっぽくより軽く肩もちょっとこう落ちるようなバランスであのより今っぽく作っているっていうのがまたちょっと特徴的なんですけど太陽がいっぱいといったらこのジャケットで、うん、あとは大島さんかなっていうのが僕の中のまあまあ僕はまあともかくこれはもう本当に太陽がいっぱいっていうふうに言うんだったらないと絶対成立しないアイテムですね、うんうん、色もよくありそうなスウェードのジャケットよりももっとフェードしてますもんね。ちょっとこう焼けて汗たような感じっていうかね、はいはい、なんかでも全然古着っぽくなくて、はい、やっぱラグジュアリーというか、うん、上品ですねすごく。あと、ま、全部おすすめだとは思うんですけども、はい、特にこう今回のコレクションを象徴するようなアイテムがあればぜひ教えていただきたいんですけど、あ、シアサッカーのっていう話もありましたね、はい、シアサッカーのパンツだったりとか、ま、他の色のバリエーションっていうのもあるんですけど、はい、太陽がいっぱいのイメージのシアサッカーのパンツとかもそのままじゃなくてやっぱりこう現代的にだったりとかその僕がやらせてもらってるブランドなのでアボンシルらしさっていうのを出したかったんで、はい、こうグルカ仕様にしててこっち側だけでこうやって止めるような仕様なんで、まあ、本当にあのコンチネンタルリゾートのイメージの時にあんまりこう厚着をするイメージじゃなくてその単品単品が割とこう引き立つ
方がいいかなっていうので、例えばシャツとこのパンツだけでもしっかり決まりますよみたいな、そういった表現をしたかったので、パンツはこういうあえて肩グルカにしてたりとか。こちらの白のパンツも肩グルカ仕様に。そうなんです、はい。あとはこのシャツも独特のこの肥沃のシャツなんですけど、シャツジャケットみたいな見え方ですね。そうですね、はい。で、実はこれがその当時の60年代ぐらいのフランスの雑誌の表紙に絵で描かれてたシャツを元にデザインだったんですよ。で、それを今っぽいフィッティングにちょっとこう変えていって、素材を乗せ替えてというような形にしていて、素材もちょっとこう特徴的で、でコットン 100% なんですが、はい、かなりこう触っていただくとシャリシャリしているというか。そうですね、表面をこうガス焼きして、で強粘のコットンをさらにガス焼きして、このシャリシャリ感を出して、でこの玉虫調に光ると。これいいですよね。でこういうのもやっぱりこうリゾートの太陽の下で映えるんですけど、ただその派手になりすぎないというか、太陽がいっぱいの世界観のちょっとこうシックなというか、うん、はい、イメージも持ってるようなそんな素材かなと思ってて、でこれはさっきのグルカパンツとセットアップになってて、で例えばこれタックインして着たりするとジャンプスーツみたいに見えたりとか。あ、いいですね、はい、こう今っぽさも出せているのかなというようなアイテムですかね。襟も特徴的です。確かに、はい、全体的にこの今回のコレクション襟に特徴があって、ちょっとこうオープンカラー的なものだったり、はい、このスウェードジャケットもすごくこの襟がもともと劇中でも特徴だったので、これを再現してもらうのは結構大変というか、結構こだわったところなんですけど、このイタリアンカラーみたいな。そうなんです、不思議な襟なんですよ。こういうバンドカラーで、この辺ガラシャツなんですけど、プルオーバーのバンドカラーの襟型だったり、あとはこのボタンダウンも、はい、先ほどちょっと触れてたものですね、はい、でイタリアン BD をもともとのモチーフに、なので結構こうロール感が綺麗に出るような、うん、フィッティングなんですけど、いわゆるイタリアンのこう細いフィッティングではなくて、はい、ちょっとこうゆとりのあるリゾートで着るにふさわしいというか、リゾートに着て映えるようなフィッティングにしているので、これもすごく新鮮に感じるんじゃないかなと。そうですね、なのでそれぞれ本当に襟型がすごくこう独特というか、バリエーションが豊富で、割とこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。あくまでベーシックさはその貫いていますよ ね、 そうですね、はい、着やすさっていうのはそのままに、うん、はい、少しディティールだけ変えて、はい、大人の遊びというかです、ね、はい、そんな感じがしますね。これ今お話聞いててすごくコーディネートいろいろ楽しめそうだなと思ったんですけど、お二人だったらどういったアイテムに合わせたりしますかね。特にちょっと僕は古着に合わせるようなスタイル、うん、ちょっと気になるんですけど、大島さんだったらどう合わせますか。自分は基本的にはどんなアイテムも古着と合わせがちなんですが、まあ高田さんがさっきお話しされましたが、このアイテムを以前企画したっていう時も、あ、まあ、イメージはずっとあったんですけども、はい、素肌に着たいっていうのはやっぱりあるんですよね。男として素肌ですね。こう日焼けした素肌に着たいなっていうのはあるんですけど、さすがにちょっとそれを都会で東京でっていうのは難しいので、自分だったらこれに、まあ、ああいうピンクのシャツっていうのもありなんですけど、まあ、シャツよりももっと緩い感じでフレンチラコ、まあ、古着のフレンチラコのピンク色を合わせて、まあ、パンツもシアサッカーとかでも軽くしてもいいと思うんですが、まあ、普通に501のヴィンテージデニムとかを合わせて、まあ、さらっと着たいなと、まあ、そうすることでこの素材感とかちょっとこう緩いシルエットがより生きてくるんじゃないかなっていう感じがしているので、まあ、そういうスタイリングをしたいなと思っていますね。あまりこう木をてらわずに普通に合わせてみたいっていう感じがしています。ちなみに今着られてるインナーのポロシャツってフレラコですか。そうです、これは黄色ですね。まあ、黄色でもいいと思うんですけど、はい、ピンクの方がより映えるかなという感じがしますね。いいですね、はい、高田さんはどう合わせますか。そうですね、僕は太陽がいっぱいの完全な世界観っていうところからはちょっと離れて、まあ、こういう組み合わせも楽しめますよというところで、ちょっと艶っぽく合わせたいなと思ってて、この辺のこういうしっくりいいですね、はい、柄のプルオーバーに実はこういうワイドパンツっていうのもちょっと作ってて、まあ、ワイドってのはそこまで極端に太いわけじゃないんですけど、これがウールポリエステルの、デニムライクな素材なんですけど、光沢が非常に綺麗なので、こういうネイビーの合わせでちょっとこう夜っぽい感じというか、
いいですね。で着るのもかっこいいかなというふうに思っています。ちょっとシャンブレっぽいですね。そうですね、はい、独特のこの光沢感ですね、うん、はい、でこのシャツの柄もこうリゾートっぽい、あ、キューバストライプ調のジャカードで、はいはいはい、でプルオーバーっていうのがまたちょっとこうリゾート感を足しているので、こういうのをあえてこういう光沢のあるパンツに合わせるっていうのもいいのかなと。なんかそこにあのゴールドのアクセサリー、ジュエリーとか合わせると映えそうですね。はい、僕は見ていてちょっと先ほどご説明されてたこの玉虫のセットアップで着るっていうお話を伺ってたので、今年特に、まあ、あのいわゆるジャケットとボトムスっていうあのスーツとか、うん、そういうジャケットパンツのセットアップではなくて、あえてちょっとこう今っぽいというかシャツとパンツに近いようなセットアップで着てたいなと思ってたんで、ちょっとこれを合わせたらなんか面白いんじゃないかなと。インナーはもうシンプルに無地 T でいいかなと思うんですけど、今ちょっと僕インナーにシルクの T シャツ着てるんで、なんかそういうのと合わせて色気出そうかなと。あ、いいっすね、はい、背伸びしようかなと思います。でも3人ともこうなんでしょう、洋服の着方がちょっとそれぞれ違うじゃないですか、うん、そうですね、同じこう1個のブランドを着た時にどういう表現になるのかってちょっと楽しみですね、うんうん、そうですね。いや本当でもそれだけこうどの方にも割とこう合わせやすいスタイルっていうのがここのラインナップには揃っているので本当に素敵だなと思いますね、うんうん、はい、では最後に高田さん告知をお願いします。はい、今回のこのアボンシェルの発売を記念しましてというか、でインスタグラムライブをやらせていただくのと、この動画が公開された直後に、エディフィスの各店で、店内にこうちゃんとビジュアルを組んでいただいて、はい、展開をしていただくようになってます。それから、4月の24日の日曜日にエディフィス丸の内店さんに僕が実際に店頭に立たせていただいて、このブランドの説明ですとかお客様皆様にこうご案内できたらなと思っておりますので、まさしくここですね。はい、はい、じゃあぜひ高田さんファンの方はもうチェックすべきイベントですね。はい、興味持っていただいた方はぜひお願いします。大島、ね、さん最後何か一言あれば。いえいえ、告知とか本当素晴らしいコレクションなんで、ね、自分もスウェード買っちゃおうかな。いやでもすごいお似合いでしたよ。着ていますので、はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。では今日お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。